生物学者にとっても、えー、生命とはは何かっていいうのの究極の問いですですから生命とは何かっていうのは私の、まあ、原点少年時代の、えー、虫好きだった昆虫オタクの原点でもあるし今こうやって生物学者になってからもこの問いを問い続けているわけですけれども。 私にとってとても大切な本はこの「生命とは何か」っていう、えー、1944年かな、まあ、日本がまだ戦争末期の頃にシュレディンガーという人が表した本なんですね。 <laughs> このシュレディンガーという人はですねノーベル賞まで取った量子物理学を築いた人なんですけれども物理学者がですね物理のことではなくて生命現象を物理的に見たらどういうふうに見えるか生命をどう捉えたらいいかということを正面から論じた本なんですね。<music> まあこの本を一番最初に読んだのは大学に入りたての頃だと思います大学私は京都大学に行ったんですけれどもその生物学の先生が今後生物学を勉強していく上で ま必ず読んでおくべき本というのをリストアップしてくれたんですよねで、その中にこの本が入っていましたで早速私は読んだんですねで、大きく2つのパート前半と後半に分かれていて前半ではですね遺伝子というものがあるとで、この頃まだ細胞の中に DNA というものがあることは分かっていたんですがそれが遺伝子の本体かどうかはまだ決着がついていませんでした それから DNA が二重螺旋構造をしているっていうこともまだ分かってなかったんですね。それがわかるにはさらに10年ぐらい、1950年代に明らかになったことなんです。ですが、その遺伝子がまだ明らかでないかった時に、遺伝子がどういうものであるかっていうことをまあ、予言しているパートが前半部分。 でこの本が有名になったのもですねその遺伝子の本体が、まあ、DNA 的なものであろうということを予言していたっていうところが素晴らしいということでこの本に触発されて DNA 研究が、まあ、進展したという側面もあるのでそのことで注目されているんですね。えー、でも、えー、最初に読んだ時はその後半部分っていうのが今一つピンときませんでした。 でもそちらの方に実はとても大事なことが書いてあってシュレディンガー先生はですねあの生命が持っている特徴はエントロピー増大の法則に抗っている仕組みだとっていうことをまあ問いかけているわけですねエントロピー増大の法則というのはこれはエントロピーというのは日本語に訳すと 乱雑さっていうふうに、一般的には訳されていますけれども。形あるものは、形がない方向にしか動かない。秩序あるものは、無秩序になる方向にしか動かないっていうのが、宇宙の大原則なんですね。ですから、非常に整理整頓しておいた。机の上も、まあ、ちょっと油断すると。すぐに本が積み上がったり、書類が散らばったり、いうふうに、まあ、乱れていきますよね。これがエントロピー増大の法則なんです。 で生命現象はもうすごく秩序だった仕組みで細胞の中でエネルギーを作り出し DNA やタンパク質を作り出しっていうすごく秩序だった仕組みですよね。だだからこの秩序だった仕組みは常に 秩序がない方向に崩れよう崩れようとするはずなんですなのに生命現象だけはこのエントロピー増大の法則に何とか抗って秩序をいつも維持しているわけですよねでこれは一体どうしてなのかこのことが生命とは何かということを解き明かすための 一番大事な問いだっていうことをシュレディンガーは言ってるわけなんです。で、その抗い方がどうなっているかまでは、さすがのシュレディンガーもちゃんと説明できなかったわけなんですが。そのエントロピー増大の法則に生命が絶えず抗っている。このあり方を解き明かせば、それが生命とは何かっていう問いになるっていうことなんですね。で、それがようやく私も何回も読んでるうちに分かってきて。 じゃあどういうふうに抗がっているのかを解き明かせば生命とは何かということに対して新しい定義づけができるし生命を捉え直すことができるんじゃないかなというふうに考えて まあそのことをまあ今も考え続けてるわけですけれどもその答えがまあ生物と無生物の間あるいはその後に書いた動的平衡という概念で説明できるのではないかというのがまあ私の立場で私の生命論のキーコンセプトは動的平衡を絶えずえ合成と分解を繰り返しながらその中でバランスをとっている自らを率先して壊しながらそしてまた作り直す。 えー、壊して作り直すつまりエントロピー増大の法則に先回りして壊すことによって秩序を維持し続けているっていうのが、まあ、私の答えなわけですね。ですからそういう感じで、えー、私に問いを与えてくれてその問いに、まあ、チャレンジする、えー、きっかけを与えてくれてそしてなんとかそれに一定の答えを導き出せたっていうのが私自身のですね生物学者としての個人史なのでずっと 私もですね自分の学者としての経験を振り返ってみると一直線に前進していったわけでもないんですね。 で少年時代は本当に虫の不思議さとか美しさとか変化の素晴らしさに見いられてただただセンスオブワンダを感じていたわけですよねですからそれは純粋な意味で生命とは何かっていうのを問うてたわけですけれどもやっぱり勉強していくあるいは生物学者になっていくっていう過程ではですねその最初の純粋なその戦争ン,ンダーはだんだん忘れていってしまってむしろですね細胞を さらに分析的に見たらその細胞の中にミトコンドリアとか葉緑体とかさまざまな細胞内小器官と呼ばれる装置があってその細胞内小器官をさらに分解解体していくとタンパク質という部品があってでタンパク質をさらに解体するとアミノ酸の配列になっていて そのアミノ酸の配列は DNA の遺伝子情報から来ているっていうふうにどどんんん進ででいったわけすよねだから生命科学の実験というのは細胞をすりつぶしたりそこから DNA を取り出したりあるいはラットとかマウスと呼ばれるような実験動物をどんどん解剖したりっていうふうに本来生命が好きで生物学者になったにもかかわらずどん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 生命を殺したり。 生命を分解したり、しかもそれがある種のアルゴリズムとして、あるいはメカニズムとして成り立ってるっていう方向にどん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 ,どん,どん進んでいかざるを得ないわけですね。でもある。まあ、人生の半ばの時点でまあ、それだけでは生命を語りきれないな。な そういう分析的解析的な方法だけで生命を見ると生命の大事なことを見失ってしまうなっていう風うなある種の転換点というか、挫折というか限界を思い知る時があったわけですね。で、そこでもう少し生命とは何かっていうことをパラダイムシフトしなきゃいけない。自分自身の思想を転換しなきゃいけないな。っていう時期が来たわけですね。で、その時に初めて。 この生命とは何かっていう本の後半の問いですね。その生命はエントロピー増大の法則に抗ってる。そこが生命が持ってるとても大事な部分だ。で、それは生命をこう分解したり部品に分けたり。 遺伝子をいくら調べてもわからなないことなんですよもっと生命がさまざまなもので出来上がっていてそれが絶えず動いている合成と分解を繰り返しているっていう風なシステム全体として見ないとしかも動的なものとして見ないとエントロピー増大の法則に抗っているという。 ところは見えないわけですねなのでそのことに私はまハッと気が付いてですね自分自身のパラダイムシフトをしたわけですねだからその時にようやくシュレディンガーの問いもですね完全に理解することができた、えー、まあそういう意味ではいつもこの「灯台の光」みたいにですね私を導いてくれた本になっているわけです。 あのどんな職業についている人も、えー、あらゆる人がですねやっぱり何かと取り組んで勉強しながら成長していく過程でどこかでですねパラダイムシフトをするとか世界の見方を変えて違うアプローチで進むっていう風な展開点がどっかの時点で起こりえると思うんですね。でそれはですねあの 私はあの音楽家の坂本龍一さんと割と古くから交流があってですね、先日あの惜しくも旅立たれてしまいましたけれども、坂本さんのその人生というのを振り返ってみると、やっぱりこの転換点っていうのがあるっていうのがわかるんですね。まあ彼は子供の頃は本当にあの自然に音楽に親しんでピアノを一生懸命勉強して芸大に入って作曲の勉強する。これはだんだんあの。 私が生物学者として勉強していったのと同じようなプロセスですよねそして彼は最初は YMO というテクノポップのスターになったわけですよね。でテクノポップっていうのは音楽をデジタル化するっていうことなんでそれはあの細胞を分析分解して DNA をデジタル的に見るっていうのと同じように生命のデジタル化生命の情報化それは音楽の情報化ですよね。それで世界的にヒットして その後、彼は今度は映画音楽でアカデミー賞を取るっていう風な活躍をしているわけですよね。でも、それもやっぱりメロディーとか美しい旋律とか。それはやっぱり音楽を解析的に考えて、どういう風うな構造だったら綺麗な音が生まれるのかっていうことを探求していった成果ですよね。でも、その後に彼はある転換があって。 えー、ハーモニーとか和音とかそういう調和されたものではなくてむしろノイズとか自然音とか不協和音といったものに本当の音楽の意味があるんじゃないかというふうにしてこのデジタルから、まあ、アナログというか、まあ、もう一つの私の、えー、とキーワードは「ピュシス」と「ロゴス」という言葉があるんですけれども、えー、ロゴスっていうのはデジタルのことですよね。で えー、ピュシスっていうのは本来の自然少年時代に戦争不安だを感じた本来の自然っていうことなんですけれども坂本さんもデジタルからアナログの方にまあ回帰していってパラダイムシフトをして最後は旅立たれたわけですよね。ですから、まあ、人間の一色を見てみると少年時代はみんな本来の自然であるピュシスに親しんで、まあ、私の場合は虫坂本さんの場合は音。 ある人はまあ天体少年になったり、いろんなことに戦争バンドを感じるわけですよね。でも、だんだんこう勉強してプロフェッショナルになっていく過程っていうのは。ピュシスであるものをロゴス化していくっていうプロセスだと思うんですね。ロゴスっていうのはまあ言語化構造化システム化っていうことですけれど。でも、その。 ロゴス化することによって得られることはあるんですけれどもそこからこぼれ落ちてしまうものがあるそこで説明できない大事なものがあるっていうことに中年のある一時期に気づいて、まあ、それがある種の中年の危機みたいな感じでパラダイムシフトをもたらしてもう一度ビュシスに戻るけれどもそれは原始に戻るんじゃなくてその本来の自然の在り方を新しいロゴスで語らなければいけないっていうパラダイムシフトが あってそういうい形で私は自分の生物学をこうこう改変してきたわけですよねで坂本さんの例を見てもえ、まあ、そのことは2人で語り合って音楽と生命は似てるねっていう話になったんですけれどもこれはどんな人にとってもですねあるところで自分の騎死方を振り返ってみてパラダイムシフトギアチェンジっていうことが起こりうるんじゃないかなっていうふうに思います。 あ,あ、それはですね。結局その最初のロゴスを勉強していく、何事も勉強するっていうのはロゴス化するということだと思うんですけれども、それはあの山登りに似てるんですよね。で、山登りはまあ急坂もあるし、苦労しながら汗をかきながら、えー、みんな山を登っていくわけですよね。で、やっぱりある高度まで達しないとダメなんです。だからどこかまでロゴスを極めないと見えてこない風景がある。 だから坂本さんもデジタルを極めて YMO を世界的なものにしたし私もまあそこに比べるのはちょっとおこがましいですけれども、まあ、自分で分子生物学をコツコツ勉強して遺伝子を見つけたり解析したりするという生物学のロゴスの道を上っていったわけですよね。 そしてある山の頂点に達するとその場所からしか見えてこない風景があるわけです他の山が見えるとか開けて見える光景があるでそれが新しいパラダイムシフトを教えてくれる場所なんですよ、ね、だからどんな山でもいいんでまずはその山の上の方に登ってみる必要があるっていうふうに思います。